今度ばっかりは固いぞ。相手にしない方がいいんじゃないですか。暴走に耐えられる対象じゃないですよ。そこが面白いんじゃん。でも人殺してるんですよね、この人。働き手って言われてもね。反社の方には例外なく保護はおりませんから。社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。回して。お前らみたいな卑怯な人間になるから心理結果だ。助けが欲しいんだったらば食べられないでほしい。あんたみたいなのが一番何も救わないのよ。申し訳ございませんでした。全てこちらの勘違いです。冗談じゃ。人生のレールを踏み外した男が見た新たな世界とは。素晴らしき世界。